赤松光則は南北朝時代の武将、守護大名、摂津守護。赤松藩士の着難で、赤松の利村の孫にあたる。京都七条の屋敷に住んでいたことから七条、光則とも称される。昭平五年、官能元年と、翌昭平六年、官能二年に祖父と父が相次いで亡くなり、摂津守護職は光則に受け継がれたが、家徳と張馬は、 おじののりすけに移った。昭平7年、官能3年に南朝が京都を襲撃する事態が発生すると、大海に逃れた将軍、足利義明の招集命令に応じて、おじと共に北朝に味方し、京都を奪回、男山法医戦にも加わった。昭平14年、延文4年の南朝政党にも従軍したが、翌年に、摂津守護職を佐々木同様に交代させられた。 昭平十八年、常司二年に、摂津守護に再任されたが、文中三年、王安七年に、細川頼元に変えられた。講和元年、永徳元年十月三日に死去、京年六十二。子孫は七条氏として、存続。戦国時代に、吉村が総領家の家徳を継承した。また、吉村の弟義城の末裔は、戦国期に、石野氏を名乗って、別所氏。 豊臣氏に仕え、江戸時代には五千国の大見旗元として赤松家を再興した。ありがとうございます。